はい、どうも、ヒロです。アンドラキャリア続きやっていきます。で、今回は、ラリーガサンタンデール開幕戦。相手がアトレティコマドリードですね。まあ、いきなり強豪と開幕戦当たって、いやー、開幕勝利をって言いたいとこですけど、これはね、なかなか厳しいかなと思うので。まあ、どこまでね、アトレティコ相手にできるのかっていうのをね、開幕戦で、まあやっていけたらいいかなと思うので、とりあえず記者会見やっていきたいと思います。いやー、無理だと思うんだよな、勝つっていうのは。多分残留争いですか。あー、どうですかね。チーム的には、まあそうですね、十分な勝ち点かな。そう、とりあえずもう降格回避できたらね、いいかなっていう感じなんで。あー、そうですね。うん。まあ結構いろんなチームがエリーをなんか狙ってたみたいで、その中でもまあいい補強じゃないかなということですね。よく取れたなって感じらしいですね。よし。で、開幕スタメンなんですけども、2トップが、オーギュスタインとモラレスで、トップ下がマルコンですね、やっていきます。で、サイドがマルキーニョスとクイナ。で、中盤がビストルップとサベドラ。で、センターバックがエリー、サール、チラド、チアロ、ローディアか。チアロリア。言えてない。チアロディアですね。チアロリア。多分言えてないな。まあ、ポテンシャル高いんで、なので、まあ、開幕スタメン使ってみようかなと思います。チアロって読む。チアロをね、使います。で、ビジャル、使っていきます。で、モーロ、ビガス、リベラ、モレーノ、コルドバ、また、ブラボで、ベンチをやっていきます。まあ、ビガス使いたいとこなんですが、チアロ、まあ、前半使ってみて、まあ、ちょっと厳しそうだなと思ったら、もうビガスにね、後半から変えたいと思います。よし。じゃあ、やっていこうかな。すごいね。3時15分ですよ。キックオフ。いいですね。なんか疲れてるな。大丈夫かい？まあ、あんまね、疲れたところでチーム力に差がありすぎて、まあね。ってな感じなんで。じゃあ、開幕戦ね、やっていきましょう。はい。じゃあ、やっていきまーす。さあ、どこまで通用するんだろう。おお、失敗した。待って。危ない危ない。ナイスナイスナイス。出てないんだって。あぶね。守ってるよ。超守ってるよ。あぶねー。お、マジか。あぶねー。例えばスタジアムをね、変えました。まあ、アンドラのスタジアムっぽい雰囲気のスタジアムに変更して、
And the challenge halts them in their tracks. Just got that. Emiliano Marcondes. まあ、スタジアムの雰囲気も変わって。マーコンデス。おー、入ったわ。ナイスシュート。素晴らしい。これは意外な選手が点決めたな。OK。これは意外すぎる。まあ一本シュート打とうって感じで打ったら点入ったわ。オッケーオッケー。あ、やべ。あー、それはいかん。あっちやられた。いやー、ちょっとセンターバックのエリーを引っ張りすぎたな、向こうに。チアロ悪くないな。オグスタ。あ。よし、オッケーオッケーオッケー。アトレティコの守備陣崩してるぞ。オッケー。サプライズが起こせるかどうかだな。ナイス。小粒感否めない補強でしたけど、今のところ当たってますね。ドミンゴス・キーナ。Now can they counter clinically? よーし、OK。どうした？全然。寄せもしてこなかったけど、どうした？大丈夫か？よーし。昨シーズン2部の得点王が、1部でも点量産すれば、残留に大きく。これめっちゃ不利だったな。どうしたこれ。いいシュート。素晴らしい。あぶれ、行った。お、やばい。ちょっと待って。え？最初のプレーでファールじゃないかと思うぐらいのスライディングかましてきたけどな。やばくない？いやー、一瞬反応遅れたな。やられた。よし、オッケー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 。よし、ベテランが点取ってる。オッケー。計算できると思うんだな、モラレスは。2桁取れたらいいかなって感じだけど、いや、まあ9点、8点ぐらい取ってくれたら。ナイス。誰じゃないですか。アンドラのユニフォームが似合うじゃないですか。いいね。勝負できてるな。お、ちょっと待って。お、うわ、マジか。なんか変な軌道だったな、今。キーパーと全然違うとこジャンプしたな。いやー、重なって見えんかったんだな、多分。あー、これは無理だな。
これはもうなんともならんな。アトレティコ相手に4点取ったけど3失点。うおー、ショッケイ。よし、すっげえいいシュート。サプライズ起こしてるぞ。いいシュート。それでいい。うわ、やっべ、くそ、3分か。いやー、一本のパスがきついな。あ、いけるか。よし、オッケー。4失点はしたけど勝ったぞ。オッケーオッケー。まあ相手が相手やけん、まあしょうがないだろ。4失点はそれも勝ち点3奪ったのがでかいわ。オッケー。守備方アトレティコに 5得点はでかいんじゃないか。しかもこの小粒感になるようなチーム。はい、まあアトレティコに勝って、まあ、開幕勝利、まあ奇跡ですけどね、ほぼ4失点してるんでね、まあ勝て、まあ勝ちでね3取れたのが一番良かったことなんで、まあ、4失点はまあまあということですね。まあアトレティコに、5点取れた方が大きいかなと思います。うん。で、まあ次回予定としては、まあ、9月の試合をね、取ろうかなと思いますので、まあ、バルサあったりね、レアルあったりするので、まあ、どこで取ろうかな。まあ、両方アウェーなんで、まあ、どちらかといえばレアルの方がいいかな。レアル取ろうかなと思います。はい。じゃあ、今回はこれぐらいで終わろうかな。いやー、開幕勝利できてよかったです。うん。はい。じゃあ、今回はこれぐらいで終わります。ご視聴ありがとうございました。ではまた次回です。じゃあね。バイバイ。